完成した豊洲市場の建物築地市場移転問題は築地市場の機能を江東区豊洲の豊洲市場に移転するにあたって発生した諸問題のことである。豊洲問題などと報じられることもある。また土壌汚染の原因となった東京ガス豊洲工場についても解説する。築地市場は1935年に開場して以降戦後の取引量増大や 輸送形態の転換で次第に手狭となっており、とは1970年代から移転を検討し始めるが、市場関係者の反対により実現せずにいた。1991年には移転しない前提での改修事業が開始されたが、費用と工期が莫大なものになることが判明したことで、市場関係者も移転賛成に転じ、2001年に江東区豊洲への移転が決定した。 移転先は東京ガスの工場跡地であり、都と東京ガスによる上都交渉の中で万全な土壌汚染対策を要することが確認されていたが、都は2009年、これに対して専門家会議に基づき、浄化した土壌の上に盛り土を行うという方式でこれを行うこととした。また、移転費用は市場会計と築地市場の土地売却でまかない。 税金を使わずに行えるとされたが、跡地の用途は2016年時点で、後日の顔に通り以外特に確定していなかった。一方、築地市場は、従来の業務集積地と開発が進む湾岸地帯の間に位置しており、築地市場の資金を経由して、これらを結ぶ晴海通りは、工場的に混雑していた。東京都は、市場回収事業中の1993年に、 東京都市計画道路環状第2号線の計画を、塩止めから有明の区間を地下トンネルを用いて延伸するよう変更し、春見通りの混雑解消や湾岸地域のさらなる活性化を目指した。移転決定から6年後の2007年には、塩止め有明を高架道路とする計画に変更され、川見通りは築地市場跡地の地上を経由することが確定する。 さらに2013年9月には2020年のオリンピック・パラリンピックを東京で開催することが決定し、沿線の晴海や有明に関連施設を設けることとなった。これにより、間に通りは開催期間中の選手輸送も担うこととなる。築地市場の移転先となる豊洲市場の全施設は2016年5月に完成し、同年11月10日の完全移転。 開業を予定していたが、同年8月31日に、都知事の小池百合子が土壌汚染対策に不安が残るとして、会場の延期を宣言。さらに、同年9月11日、都議会協賛党によって、敷地の一部で盛り土が行われていなかったことが判明した。実際は、コンクリート壁に囲まれた床のない空洞になっており、有害物質を含む地下水が溜まっていた。 都による調査の結果、この構造物は土壌汚染対策作業を行うためのモニタリング空間であり、2010年から2011年にかけて設計書に盛り込まれたことが判明した。これにより当時の都知事である石原慎太郎を含め関係したとされる人物への聴取が行われ、処分も実施された。なお、聴取の過程で当時市場長を務めていた。 昼間秀と東京メトロ副会長は、当時の石原知事から、地下にコンクリートの箱を埋める案について、検討を指示されたと証言した。一方、石原元知事は、専門委員から聞いて、私が逆にこんな話があると言ったとの説明を、行った。その後、小池ゆり子は2017年6月20日に、一度豊洲に移転し、5年後再び築地に戻すとしたが、 同年12月20日には2018年11月10日に移転し、築地市場は解体すると改めた。また、これらと並行して追加対策工事の計画も進行し、空洞内の床設置や地下水管理システムの強化、換気機能の追加などを行う工事が2017年12月18日より開始された。しかし、延期決定から、 築地市場解体決定までに1年4ヶ月弱を要し、その間に小池由里子がたびたび姿勢を転換させたため、市場関係者以外にも混乱を招き、移転が決定しても、なお以下のような影響を残すこととなった。2018年7月31日、土壌汚染対策の追加工事が完了し、将来リスクを踏まえた安全性が確保されたとして、小池由里子により、 豊洲市場の安全宣言が出された。築地市場の移転に関する議論は1970年代から本格化したが、その背景には狭い敷地と古い構造を端とする以下のような問題があり、年を追うごとに深刻化していた。1935年に開場した築地市場は、鉄道による搬出入りを前提とした構造を有していたが、戦後の取引量増大や、 自動車輸送への転換により、次第に実態にそぐわないものとなり、手狭となる。これに伴い、1950年代後半から、中卸売場の増設や、屋上駐車場などといった、施設の整備が行われ、同時に、大いに大規模市場を建設する構想も上がった。1972年、とは、第一次東京都卸売市場整備計画の中で、 季節市場の機能分散を目的として、大いに市場を建設する旨を表明する。またその後の1977年の第2次計画、1982年の第3次計画にも同様の言及があり、とは、大い市場建設による築地市場の過密解消を強く推進したが、水産業界は、第3次計画策定と前後して行われたとの調査に対して、 移転反対との統一見解を出し、1985年には築地本願寺で大石市場への機能分散に反対する総決起集会が開かれるまでに至った。1986年とは東京都首脳部会議で築地市場は移転せず現在地で再整備を行う旨を決定し、これと前後して築地市場再整備協議会が設置された。 1988年に策定された築地市場再整備基本計画では、再整備後の築地市場は水産部が1階、生果部が2階、駐車場は屋上という立体的構造になることが発表され、翌々年には後期14年、総工費2380億円との試算が出された。1991年の第五次計画でも改めて再整備について言及し、 同時に仮設駐車場や仮設卸売市場などの建設工事が開始されたが、工事開始後から工期の遅れや整備費の増加、及び機器の移動や貨物の保管場所に関する場内業者との調整が難航するなどといった問題が顕在化し、とは基本計画の見直しを行わざるを得なくなる。この結果、1996年の第6次計画では、 各部の施設を階層別配置ではなく、平面配置として再計画することが提示されたが、工事が長期化するなどの懸念が上がり、業界6団体連盟は1998年、都に移転の可能性について調査、検討するよう求めた。しかし業界でも移転派と再整備派で分かれており、協議会はひとまず従来通りの再整備案を中心に協議を行う。 1999年に行われた協議では、再生ビアについて、以下のような問題点が浮き彫りとなった。築地市場は、従来の業務集積地である銀座や新橋から2キロ弱という、立地、また戦前から稼働してきた伝統と歴史という点では、大きな利があるが、その面積では、将来的にも、時代の変遷や、流通の変化に対応できないとされ、 同年中に業界ととの間で移転整備へ方向転換すべきことが確認された。2001年の第7次計画でも豊洲への移転が明記された。豊洲とされたのは用地確保や立地の面で市場に適していると判断されたためである。1997年から2014年まで東京都知事であった石原慎太郎は築地は古くて清潔でない。 都民や消費者の利益を考えれば、市場を維持するわけにはいかない。他に、適地はないと述べており、また石原が2007年の都知事選挙において参選された後の記者会見を行った際も、築地市場には大量のアスベストが存在しており、移転は必要であると発言している。豊洲は1954年の造成当初から、大部分が工業用地として用いられていたが、 1980年代以降は、それらの移転に伴って、未利用地が多くなり、1990年から、東京都は、豊洲、晴海開発整備計画を策定し、都と江東区のほか、土地を保有する東京ガスや IHI などの各企業によって、住居や商業施設を中心とする街づくりが進められていた。東京都は、 築地市場の移転がほぼ確定した1999年11月、これら開発地域の内旧豊洲ふ頭等端部の土地について保有者である東京ガスに市場用地として譲渡してもらうような診を始めた。移転先を豊洲としたのは必要な面積が確保できる大償基地に近く交通の便も良好である築地市場の証券から極端に離れていないという。 条件が揃っていたためで、その中でも東端部としたのは、従来の再開発計画との調和を図り、新しくできる豊洲の市街地を立ち域から遠ざけないためであった。この豊洲用地は1956年から1988年まで、東京ガスのガス製造工場施設があり、ガスの生成、貯蔵、供給を行っていた。東京ガスはこの工場閉鎖後、 戦術の整備計画にのっとって独自の開発計画を進めており、また工場創業由来の土壌汚染があることも認識していたことから、これに向けて1998年から1999年にかけて独自の土壌汚染調査、対策工事も行っていた。都から打診を受けた東京ガスはこれらの事実を伝え、不当の根本にあるとありちを、 市場用地として利用するよう返答したが、前述の理由から、とは再度説得し、東京ガスは2001年7月、上都要請に応じた。この翌月、とは、江東区に市場移転の旨を正式に申し入れ、江東区も翌年から翌々年にかけ、新市場に関する各計画に合意した。この際、江東区は、市場受け入れの条件として、都に土壌汚染対策、 地下鉄8号線の延伸を含む交通対策、賑わい施設の整備の履行を求めた。また、2006年に、豊洲用地付近に延伸開業したゆりかもめの、駅名も、市場前駅となった。工事が中断した、環状2号線の築地を走り転先の場所は、かつて、東京ガスのガス製造、貯蔵施設である、東京ガス、豊洲工場があり、それによる、 土壌汚染が判明している。東京ガスの上原栄治会長は、土壌調査の結果汚染があることを、福永正し通り、東京都副知事から築地移転の話が来た時から、東京都庁側に説明しており、都庁は承知していたと、百条委員会で証言している。また、石原慎太郎東京都知事とも、一橋大学 OB 会の助水会で、豊洲意について話をしている。なお、 この汚染ため、東京都議会においては、当時の民主党などが反対していた。東京都は、汚染された土を掘り出し浄化処理して埋め戻したことから、問題はないとして、移転計画を推進したが、一方で汚染を危惧する声も上がっていた。これを裏付けるように、都が2007年10月6日に発表した調査結果で、地下水は、ベンゼン、シアン化合物、鉛、ヒ素が、 環境基準を土壌は、ベンゼン、シアン化合物、ヒ素が環境基準を上回る汚染が明らかになった。築地市場においても、大日本帝国海軍の毒ガスや化学兵器の研究を行う技術研究所研究部化学兵器研究室が設けられていた時期があったことや、地下には第五福竜丸によって水揚げされたビキニ干渉の水爆で被爆したマグロが埋められており、 土壌汚染の処理の必要があった。ただし、それによる汚染を客観的に数値化した資料は存在していなかった。2009年7月の東京都議会選挙の結果、移転賛成派の自由民主党に代わって反対派の民主党が都議会第一党となり、移転へのハードルが上がった。同年9月には赤松博隆農林水産大臣が築地市場を訪れ、 安全性が担保されない限り、卸売市場法に基づく許認可を出さない方針を表明している。民主党は豊水店に代わる案として、春見地区を利用し、現在の築地市場を再整備する案を表明している。この案には民主党の他に日本共産党も賛成しており、豊水店推進派の自由民主党と公明党は反対している。しかし、 その後都議会民主党は都が関係者と合意したことで移転賛成に転じた。2012年3月29日の都議会では市場移転費用を含む新年度予算案が賛成多数で可決し移転はほぼ確実になった。その後も工事と同時並行で協議は進み、2014年12月17日の新市場建設協議会において 2016年11月7日に、豊洲市場を開場する方向で正式に決定した。2016年8月に、舛添洋一都知事に代わって就任した小池由里子都知事は、8月31日に、豊洲市場の同年11月7日の会場を延期するとともに、築地市場の解体工事も延期すると発表した。同年9月に、豊洲市場における、 土壌汚染対策等に関する専門家会議が設置され、座長に平田健生が委員に駒井武氏、内山岩尾がオブザーバーに小島敏郎がそれぞれ就任した。2017年3月19日、同会議は豊洲市場につき科学的、法的に安全であるとの評価を行った。2017年東京都議会議員選挙が迫る、 同年6月20日には、小池都知事が、豊水店、築地再開発の方針を示した。同年7月2日に投開票された、都議選では、小池支持勢力である、都民ファーストの会が対象し、政策への信任が得られた形となった。鈴木五十三弁護士が座長を務める築地市場、移転問題保障検討委員会で、移転延期に伴う業者の損失保障の保障範囲や、 期待について検討を行われていたが、4月、豊洲市場への移転延期に伴う、保証審査委員会において9億円の保証が行われることが決定した。9月5日、都議会の臨時会において、豊洲移転の経費、築地開発の調査費を盛り込んだ、補正予算案が、都民ファーストの会や自民党などの賛成多数により、可決。 移転後の築地市場跡地の活用方法としては当初2016年東京オリンピックのメディアセンターとする構想を明らかにしていたが2008年10月31日の定例記者会見で石原都知事はこれを断念し東京ビッグサイトにメディアセンターを設置する方針を表明した石原都知事は2006年9月8日の定例記者会見において築地市場跡地に NHK が移転すると発言し波紋を広げたが、NHK はそんな計画はないと完全否定している。また、プロ野球球団、読売ジャイアンツを運営している、読売新聞グループ本社が、築地市場跡地に野球場を建設し、巨人の本拠地を東京ドームから築地新球場に移す案もあったが、豊洲への新市場移転が遅れたこともあり、頓挫している。 2017年東京都議会議員選挙に先立ち、環状2号線エリアを先行整備し、2020年東京オリンピックパラリンピック期間中は土地を輸送拠点として暫定整備する方針、及び大会終了後に築地の再開発を行う方針を発表した。2018年度中に街づくりの方針を策定し、その後埋蔵物調査、土壌汚染調査、 設計などを行うとしている。なお、新型コロナウイルスの影響により、2021年6月の一時期、主に公務員向けのワクチン大規模接種会場として、同跡地が使用された。東京ガス、豊洲工場は、日本最大級の都市ガス製造プラントとして、1950年から70年代にかけて、フル稼働し、東京のガス需要を支えていた。 そのガス工場では石炭ガスを製造するために石炭やコークス置き場が設置されていた。その上ガス製造において排出された有害物質は煙突で空中放出されていた。さらに工場創設機有害物質を地面に埋めていたという事実もわかっている。現在も環境基準値を大幅に上回る有害物質が土壌から発見されている。 ありがとうございます。